は岡山県にああるエリア名地域の通称であるキビロ自転車道キビロは岡山市北西部から総社市にかけての一帯の総称で著名な観光エリアである。現在は倉敷市の一部となっているマビ町や倉敷市省の北部も含める時がある。観光地として整備されているほか一帯に広がる。 田園地帯の中を自転車専用道が通っており、岡山市から創者市までの観光地を自転車で巡ることができる。2009年から毎年開催されている創者、キビロマラソンでは、キビロの史跡を巡る形でコースが作られていることから人気を呼び、2012年の開催では15,223人の参加者が集まった。 田畑の中に佇む備中国分寺の五重塔が、キビロのシンボル的存在であり、その周辺がキビロの中心地区となっている。この付近はかつて古代キビ王国時代の中心地だったと考えられており、古墳をはじめ数多くの史跡が存在する。また、それらの史跡の中には、桃太郎伝説にまつわるものも多い。旧国勢では、岡山市のキビ中山東部のみ、 微全国で残りはすべて微中国であった2012創者キビロマラソン募集案内ありがとうございます